こんにちは。いまだにですね、将来の夢は YouTuber っていうね、小学生とか中学生がいるみたいなんですけども、なんでね、こう若い方はね、時代遅れなんだろうなというふうに今日ね、感じたんですよ。いや、今日というか、今日までも感じてるんですけども、なんていうんですかね、よくね、時代遅れのことを言っている中高年とか、ご老人っていう使い方をするんですけども、むちゃくちゃ時代遅れな、若者が、本当にね、はびこってるなっていう風に感じるのが、この将来の夢は YouTuber ってやつなんですよ。YouTube に関わって10年、11年の私がね、私から言わせていただくと、今、10歳とかね、12歳ですか、小学校6年とか中学生の1年、2年のあたりの人が、将来 YouTuber になりたいな、もしくはそのもっともっと年齢のね、下の、小学校の低学年とかが将来の夢 YouTuber になりたいなって、むちゃくちゃ時代遅れなんで、これはなんでそうなっちゃったのかなとか思うんですよ。多分ね、親とか周りの人がちゃんと伝えれてないんだろうなと思うんですよ。だから気の毒だなと思うんですよ。すごい気の毒だと、もちろんね、慣れないということではないんですよ。慣れないということではないんだけども、普通の人が YouTube に出れる時代は終わって、ここからは専門家とか何か大きな実績のある人とか特別な人とかで、もう本当にね、地上波のテレビにもそのままスポーンと出れるようなレベルの人、もしくはそれ以上の人じゃないと YouTube ではね、もうやっていけなくなるというふうに思います。特に今年からそれが始まるんじゃないかなと。そして来年はもっとそれが顕著に出ると思います。当然ですけども、ブログをね、1万4000個以上やってきた私から言わせれば、そのアフィリエイト報酬もむちゃくちゃ下がるんで、広告単価も下がると思います。今もね、広告単価高いような気がするんですよ。で、あとは広告がつかなくジャンルっての、広告がつかなくなるジャンルってのも、キッズ向けとかね、何やってみた系とか炎上系とかっていうのは当然ついてないですけども、もっともっとつかない広告っていうのは増えていくと思いますね。国際情勢とか、誰かをやり玉に上げてけなしてるものとかね、それからコピーコンテンツみたいなのとか、当然ね、文字スクロールとか全然ダメですし、全然動画なのに画面が動かないやつとかもダメだと思うんですよ。で、こういうふうに生身の体を刺してね、出して動かしてるものっていうのは、まあ生き残っていける方だと思うんですけども、例えばスライドショー動画っていうのは多分ダメになるでしょうね。動きの少ないやつとか、顔出ししないやつは基本的にすごく難しくって、顔出ししなくて成立するやつっていうのは YouTube の漫画くらいじゃないかなと思うんですよ。で、ヒューマンピグ大学とかね、ああいったマニマニピープルとかね、マニマニ大学でしたっけ、なんかああいう漫画系でちゃんと漫画を書いて、しかもそこに音声を声優さんが載せてるやつとかは生き残ると思いますけども、これ完全に企業が拒否を投じてやってるやつですから、もう本当にね、普通の人はこれやるの無理ですね。自分の書いたイラストに声を当ててみたいな、むちゃくちゃ手間がかかるやつをやってもアクセスが取れないみたいなね、選ばれないってことになっちゃうんで、それも難しいと思うんですよ。まあ、完全にこの YouTube の住み分けができていって、あとは今年から来年にかけてはニッチな分野は細分化されていくと思うんですよね。で、細分化されている中で再生数で、YouTuber として収入を得るっていうのはとてもとても追いつかなくなってきます。例えば今ね、私も5万から10万の間でいただいて、前回も先月もですね、10万円の入金があったんですけども、結構ね、高いなといつも思ってるんですよ。チャンネル登録者数こそ1万人ほどいますけども、再生数ってのがだいたい目につくのが私100ぐらいなんですよね。で、たまに、当てていくやつがあるんで、何千とか何万っていうのは出ますけども、月間でそんなの10本ぐらいなんですよ、そういうのは。例えば今回、新型コロナウイルスの件で私どんどん報道してるんですけども、その中の何本かが数千再生っていうのを稼いでくれてますけども、やっぱりスピードも速くて多くの方が関心があって、私が独自に解釈してるものだから多分すごくシェアされてるんだろうなと思うんですけども、シェアされて再生されてると思うんですけども、そういうことがほとんどの人はできないんですよね。それがビジネスをやってると本当によくわかるんですよ。ビジネスに参加すると、自分で解釈して自分で行動して自分で結果を出すっていう人がビジネスに集まるんじゃなくて、誰かが教えてくれて、どこかを見たら答えが書いてあって、何をすればいいかっていうマニュアルがあってっていうものじゃないと、ビジネス人は参加しなくなるんですよ。要するにほったらかして儲かるビジネスにたくさんの人が参加して、それが効率的だと、効率的だっていうふうに思ってるんですけども、むちゃくちゃ効率悪いんですよ、それは。なぜなら情報が流れてこなくなったらもうね、終わりなんですよね。
右往左往するだけなんですよ。自己解決能力がない人が自分はビジネスに参加してるみたいなこと言っちゃってるんですよね。だからそういうことを考えていろいろとね、今回の動画は愚痴っぽくなっちゃいましたけども、言いたいことは2つなんですよ。ビジネスってのは自分で始めて、自分で自分のモチベーションを保って、そして自分でお金を投じて、自分で選んで、自分で行動して、自分でその結果を良きも悪くも享受して人のせいにしない、これが最低限のビジネスの第一歩、スキルだと思うんですよね。でもう一つ、 YouTube は今年で終わります。チャンスは多分今年いっぱいとは言わないです。今年のね、6月か7月ぐらいにはもう完全にサジを投げないといけない人が多数出てくると思うんですよ。でこれから利用規約もどん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 更新されていくと思います。これね、ブログとかね、インターネットの歴史をずっと知ってれば、インターネットビジネスの歴史を知ってれば、もう本当にね、腑に落ちることばっかりなんですけども、当然ブログと同じようにその YouTube の広告単価ってのも落ちていきますよ、落ちていくし、広告つかないのがたくさん出てきます。でこのジャンルは放送できませんとかっていうのも当然あると思います。でチャンネル登録者数がね、今1000人いないと広告収入得れないんですけども、多分ね1000人っていうのももっともっと2500人とかに次になると思うんですよ。でそう、動画再生時間がね4000時間以上になってましたけども、これもね1万時間とかにすぐなると思います。そうなると今でも1000人いってない方とか、もっと苦しくなると思います。で1000人いってないってことは、1000人チャンネル登録をさせる力がないってことは、基本的にセールするチャンス、手腕がないんで、商品を持っていたとしてもかなり売るのが難しいんではないかなと思うんですよ。結果 YouTube の再生数が稼げない人とか、チャンネル登録が稼げない人っていうのは淘汰されていくか、それともね、一縷の望みをかけていろんな商材を買って、で商材を買うんだけども取り組む姿勢が悪いんで、結局無駄にして人のことを詐欺師って言って、要するに人のせいにして自分の決断の結果だと思わずに、まあ打ち果てて借金苦になっていくんじゃないかなと思いますよね。で今回の動画のまとめなんですけども、いろいろ言いましたけども、やらなかったことのツケっていうのはこういうふうに取っていくってことをまた繰り返されると思うんですよ。YouTube をやりましょう。YouTube だけでいいから、とりあえずはお試しで1本上げていきましょう。10本上げていきましょう。これをね、やらなかった人っていうのはもうね、二度とこのビジネスにチャンスはないと思うんですよ。これからあるのはチャンスだと思わせるようなカモへの道、これだけにつきます。だから一生誰かを詐欺扱いしていくしかなくなっちゃうんですよ。でもどんな案件でも自分がちゃんと取り組めば、極端なし詐欺案件でもそこから利益を出すことができますし、例えば詐欺にかかった時にどうやったら詐欺にかからないかっていうコンテンツを無数に発信することによって信頼を集めて、そこにセールスするってこともできるんですよね。だからやっぱりね、自分の商品作ることと自分の商品をセールスすることっていうのは最低限必要なんですけども、もう一個絶対に強い意識として最低限必要なのは、人を集めるっていう形ですよね。この人を集めるツールとして YouTube っていうのはむちゃくちゃいいわけなんですよ。Amazon ももちろんすごくいいです。メルカリもむちゃくちゃいいんですよ。でも転売をやってる人で、メルカリで商品を1万個売買しましたっていう人がどのぐらいのリストを持ってるかとかね、そのリストに対する影響力を持ってるかっていうと、やっぱ YouTube 一発を持ってる人よりは、どうなんだろう、単純比較できないけども、多分不利な状況は拭えないと思うんですよ。メルカリで1万取引した人、 YouTube で1万チャンネル登録者数持ってる人、どっちだったら自分はなりたいかなって考えた時に、やっぱりYouTube の方になるんじゃないかなと思うんですよ。さあその YouTube のね、チャンスももう残りわずかということをね、今回の億万長者合宿のメッセージとさせていただきまして、改めてですね、じゃあどんな YouTube をやれば当たるのか、どんな YouTube チャンネルだったら広告単価が維持されるのか、これについて次は語っていこうと思います。お楽しみに。